博多祇園山笠。博多祇園山笠は、博多の総神樹として知られる、串田神社、福岡市博多区の奉納神事。毎年7月1日から15日にかけて開催される700年以上の伝統のある祭りである。正式名は、串田神社祇園霊大祭。各地に伝わる須祖農村に対して奉納される、祇園祭りの一つで、博多どんた卓と共に、 博多を代表する祭りである。福岡市博多区の博多部、中川と五笠川、石道川間の区域で7月に行われる。国の重要無形民族文化財に指定されている。山笠の掛け声、おっしょいは1996年、平成8年に日本の音風景重選に選ばれた。ま、た、ま年、年平成28年12月1日。 博多祇園山笠を含めた日本全国三十三県の祭りが山、保屋台行事としてユネスコ無形文解散に登録された。なお地域外の者からは福岡市が主催している祭りと誤解されがちだが、山笠は串田神社の氏子たちが行う奉納行事の一つであり、地域の住人たちが伝統的に行ってきた町内行事である。このため当事者として、 祭りに参加できるのは原則として地域住民を呼び地域出身者のみである。参加者や福岡市民などからは山笠、山笠とも略称される。また、祭礼そのものを指す山笠と区別するため、御腰に相当する山笠を山、山と称することがある。山笠を担いで市内を回ることを山笠をかく、かくといい、担ぐ人のことをかきて。 かきてという。山笠期間中は、行事参加者の間では、きゅうりを食べることがご法度となる。一番根強い説としては、きゅうりの切り口が、串田神社の祇園宮の神門と似ているからというものがある。串田神社や京都、八坂神社など、水天神系の神門の図柄は、ボケの花である。また、夏が旬のきゅうりを断ってまで祭りにかけるという、意気込みとの説もある。 また、期間中の成功もごハットになる。博多義園山笠は、女人近世の祭りであり、旧来の竜においては、子供山笠も含めて、書き手は男性のみである。また女性は柿書き手の詰め所に入れないしきたりとなっている。かつては柿書き手の詰め所の入り口に、不条の者立ち入るべからずと書かれた縦札が立てられる、風習になっていた。この、不条の者は、 持中の人と女性のことを指しているが、女性差別につながるとして2003年、平成15年に、縦札の設置は中止された。ただし、代わりとして、関係者以外立ち入り禁止の掲示や仕切りは何らかの、形でなされている。博多疑問山笠の起源については、諸説あるが、鎌倉時代の1241年、任時2年に、博多で薬病が流行した際、 上天寺の海祖であり、当時の住職である、聖一国士、縁起が町民に担がれた木製の瀬垣棚の水を巻きながら町を清めて、周り薬病退散を祈祷したことを発症とするのが通説である。安土桃山時代、島津市と豊臣市の戦いにより博多の町は焼け野原となったが、豊臣秀吉が帰国の際、博多の町をいくつかの区画ごとに、流、 流れとして、グループ化し、復興を行った、大公待ち割り。この、竜が、博多祇園山笠のグループ単位の発祥である。戦後の一時期、山笠を建てた竜は十三竜に増えたこともあったが、現在の竜は、恵比寿竜、大黒竜、土井竜、東竜、西竜、中洲竜、千代の七竜である、福神竜は山笠を建てない。かつては、 京都の祇園祭りのように町ごとに、小山笠のカビを競いながら練り歩いていたが、江戸時代の1687年、上京4年に土井流が、東長寺で休憩中、石道流、現在の恵比寿流に追い越される、事件が起こる。この時二つの流が抜き継ぐ下烈のマッチレースを、繰り広げ町人に受けたことから、担いで駆け回るスピードを競い合う、津山が始まった。 以来戦後の一時期を除き、祭りのクライマックスとして、この、津山が取り行われ、福岡市内のみならず、近隣各地から多くの監修を集めている。戦後に入り1955年、昭和30年に、博多祇園山笠振興会が発足、当時より、博多部外の新店長等でも大山笠行事が行われ1962年、昭和37年により、 博多部街である、福岡市中心部に書き入れ集団さん店などが行われるようになった。1970年、昭和45年から、子供、小学生が小型の山笠を書く、子供山笠も始まった。京都の柿山がそのルーツであると思われる。京都の柿山は、松を飾り、人形を飾り、傘を立てる。あくまで試験ではあるが、これが、 山笠の基本であろうと思われるのは自然である。山笠は、柿山笠、飾り山笠ともにお噛み入りを行い、神様の寄り台となる。経緯は不明であるが、山笠は、多くの登りを立て人形を飾った背の高いものに、変化した。江戸時代初期に描かれた、博多木鬼山笠巡行図屏風には、このような上り山笠が描かれている。明治初期まで飾山制作は、 京都祇園在庫人形の流れを組む在庫人形師、小堀家が行っていたが、明治に入り菓子屋業に転業したことから、しばらくは、串田神社、宇治子らに委ねられて制作が続き、大正昭和初期の頃にかけて徐々に、博多人形師が、その制作を行うようになった。小堀義見に英のお祖とする小堀流山笠、在庫人形は、根太だしと同様の竹組細工であったが、 現在の飾り山として見られるような岩山笠は、三富総吉が1752年、法暦2年に始めた様式と言わる。お堂や水の流れといった部品で風景を構成して、そこに人形を配置したもので、下絵や絵馬も多く残っており、その姿を伝えている。この頃の山笠は高さが10メートル以上あり、街のどこからでも望むことができた。1898年、 明治三十一年、福岡県知事が山笠行事の中止を定義した。理由に山笠が電線を切断する事故が相次いだことが含まれていたため、それまでの高い岩山笠は飾っておくだけの飾り山都市、運行には三メートルほどの柿山を用いることとなった。なお、電線の設置に際して山笠の運行は事前に配慮されていたが、実際には不十分であった。 1910年、明治43年、市内に路面電車が開通して、軌道上空に河川が張られると、河川より高い山笠の運行が不可能になり、飾り山と柿山の文化は決定的なものとなった。その後、1979年、昭和54年に、市内の路面電車が全廃されると、柿山の高さは徐々に緩和されるようになり、 現在は4.5メートルまでとなっている。終戦までは流ごとに、飾り山の台座部分である山笠台に柿山の飾りを乗せることで、飾り山と柿山を同一の山笠とみなしていたが、戦後は明確に分離されるようになり、多額の費用がかかる飾り山は、商店街や企業の協賛で建てられるようになった。1964年、昭和39年、 川端通商店街、上川炭通は、山笠の文化前の姿を彷彿とさせる、走る飾り山を復活させ、現在でも、串田入りを奉納し続けている。ただし他のカキさんより、コースが短く設定されており、串田入りなどのタイムレースにおいても、参考記録扱いとなっている。また他の竜の山笠が再び以前の形に戻すような、計画はされていない。走る飾り山は、 電線や信号機、標識などに接触しないよう伸縮式になっている。またこの飾り山は煙が出るようになっているが、これは1991年、平成3年にゴジラの人形から煙を吐き出させようにしたことが始まりである。飾り山や山笠の人形の衣装の生地は長年、京都の西陣織を使用していたが、2002年、平成14年より、地元の博多式を 人形の衣装の生地に使うようになった。柿さんより前を走り、沿道の人々に柿山が通ることを知らせるものは、前さばきと呼ばれる。柿山の安全な運行のため進路を当てさせるのが目的で、走りながら、前切れと掛け声をかける。続く柿種の集団は、前走りあるいは、先走りと呼ばれる。主に幼く身長が柿棒に届かない少年たちや、 その世話役である老齢の年長者で構成され、山笠の番号や流れ名が書かれた、招き板と、招き旗を持って走る。招き板はもっぱら少年たちが持ち、招き旗は年長者が持つのが習わしである。柿山の人形を飾る台に上がって、柿種の式を取る、台上がりは、表、前側に三名、見送り、後ろ側に三名の、計六名である。 台上がりは名誉とされると同時に流れ全体の責任を負う。表中央に上がる者を標棒裁き、見送り中央に上がる者を見送り棒裁きと呼び、流れ全体の中心人物として働くこととなる。柿山には六本の柿棒が取り付けられるが、前後の端に六名ずつの計十二名の棒花、台の前後に六名ずつ計十二名の台下。 大の両脇に2名、または4名の、キュウリカキ、キュウリが、き、計26名、または28名のカキ種が配置される。彼らとは別に、カキ棒を、後端から押しかき山を推進させる、後押しがいる。後押しに、人数の規定はなく、後押しの背後にさらなる後押しが、幾重にもついてき、山を押す。山の周囲には常にの交代要員が、並走し、 台上がりの指示に従い柿山の勢いを削ぐことなく、柿種を随時交代する。外側より内側の柿手ほど交代が難しく熟練を要する。柿手は素早い交代と点灯時の支えのため、柿棒を直接持つのではなく、自分専用の柿側を柿棒にかけて肩に固定する。また柿棒の両端の前後左右の四隅に取り付けた。 花木と呼ばれる縄を持つ4名の柿種を花鳥と呼ぶ。花鳥は柿山の進行方向を決定、調整する舵取り役である。柿山の後には、あと走りと呼ばれる柿での集団が続くが、その中に水桶を担ぐ、水にない、水いないがいる。この水は大上がりが飲むためのもの。沿道のあちこちに水が用意されており、被赦や桶を用いて、 柿山が通り過ぎる直前に柿山や柿種の前方からかけられる。この水は、勢い水、清い水と呼ばれ、柿山や柿種を清める意味とともに、柿種の冷却や乾燥による柿山の崩壊を防ぐ、などの役割がある。勢い水をかけるのは主に、先走りの中の水がかりや沿道の住民である。少年時は、子供組に属し、 中学生になれば若者組、若手組と称する町内も多数あるに属する。若者のうち赤手拭いとなった者が山笠役員となる。赤手拭いもさらに年を重ね取り締まりとなる。山笠に参加するき出たちのスタイルは水発揮に締め込みという姿で貫かれ、足元は直たびと脚半である。江戸時代までは締め込み一丁であった。 1898年、明治31年に、羅体同然のスタイルが問題だとして、県議会で山笠を廃止する案が出されたとき、博多の反対派は、現用者の新道紀平太から紹介された、小島和夫の助力で、水発費を着用すること山笠廃止を撤回させ、それ、以来現在まで、水発費に、締め込みのスタイルが続いている。締め込みの材質は、大人は、 薄めの骨ヌの 79A、11から9号程度や、モスリン、子供は、フランネルや重ねた、洋服地、シーチング等、色は千代、東、西、大黒流では白、生成以外は禁止だが中州、エビス、土流では黒、紺は多く子供用は、白が多いが黒や赤が使われる場合がある。締め込み以外の粉土し、六尺、越中、等の着用は認められていない。 晒しの腹巻きをする場合があるが、必ず締め込みとは別々になる。水発ーは白地に、竜、千代、東、中須屋、町、大国、恵比寿、土井、西の名を異常化したデザインであり、町内によっては、ハッ発ーに似たクルメガスリの水発ーもある。山笠を書いていない平時には、陶板発碧、超発碧、クルメガスリを着用する。この時は、 締め込みではなく膝元までの捨てて子姿となる。山かき姿の時、騰板発表を着用するときは、水発表の上に騰板発表を羽織ることになる。この騰板発表捨てて子姿は6月1日から山かさ終了まで背広と同等の清掃とされ、結婚式など、公式の場でもドレスコードとして着用が許されている。 当番ハッピ捨てて子姿の時は、清潔を保ち、だらしない姿を戒められるものとされている。このほか、書き手は階級を表す手ぬぐい、手の吠い、役割を表すたすき、ねじねじを装着、書き縄を携帯、使わない時は締め込みに挟んでおく。台上がりは、指棒、鉄砲を持つ。鍵、財布、携帯電話、等は必要に応じて信玄袋に入れておく。 いわば当番ハッピーイコールタキシード、水ハッピーイコールユニフォーム、手のごいイコール階級賞、ネジネジイコールワン賞、鉄砲イコール式揮棒に該当する。これらの衣服、物品は竜、または町内ごとに決められており竜、または町内のロゴが入った、当番ハッピー、水ハッピー、手のごいは厳重に管理されており、一般に市販されることはあり得ずインターネットオークション。 当で外部のものに譲渡することは認められていない。一般の人には、博多のロゴ、または、木工門が入った、当番発碧、水発碧、ネジネジ、鉄砲、ロゴ以外は、蒸気と全く同じが、土産物として販売されているほか、締め込み、カキナは、当はカキ種と同じものが、一般にも発売されている。ただし、成人はこれらを着用しての祭りへの参加はできない。 山笠の掛け声、おっしょいは1996年、平成8年に、日本の音風景1 0 0 0に、青森のねぶた祭りの掛け声と共に選ばれた。おしおい鳥の時に、おしおい、おしおいと言いながら鳥に行った掛け声がなまって、おっしょいとなったという説がある。串田神社、東長寺、上天寺、須崎町を通る、一番山笠の串田入りに際しては、九州朝日。 放送、KBC テレビが2010年、平成22年に発売した DVD で同年と、生中継を始めた1979年、昭和54年とを比較できるが、20世紀はタイムレースにどうしても主眼が置かれていた。例えば、1979年、昭和54年の一番、山笠、土井流は、串田神社の清道入りすると、 正面のお舞台には向き直らずすぐに、祝いめでた、歌い、歌い終わるとすぐに出発していった。しかし後に、神事である以上これでは、拙ないということになり、現在では一旦のお舞台に向き直り新職の位置、払いを受けてから、祝いめでた応対、その後でもう一度体制を立て直して、博多の町へ出ていくことを徹底させている。また、走る飾り真上川端2を除き、 聖一国司ゆかりの上天寺前の清道においては、大上がりが鉄砲を両手で持ち前に突き出し、住職に向かって頭を下げることで、奉納の意思を示すことも、閉いて徹底されている。七つの流れは七年に一度の割合で一番山笠を務めるが、竜によって当番町となる年が異なるので、自分の地域が一番山笠の当番町となることは、 一生に一度あるかないかという場合も多い。一番山笠を務めた翌年は七番山笠に回り、以後毎年番手を一つずつ上げていく。順番としては、恵比寿流土井流、大黒流東流、旧東町流死体中須流、1949年、昭和24年清流、旧清流死体千代流、1950年、昭和25年のローテーションとなる。飾り山は、 例年7月1日から2週間公開され、追い山当日の0時になると一部を除き、山崩れしと呼ばれる解体工事が始まり、姿を消す。山笠人形や飾り物は、伝統的に服を招く縁起物として、祭りが終わると争うように剥がされ、山笠台を残して取り壊されるものであったが、近年では山笠シーズン以外でも、観光客が見られる海との配慮から、 一部の小山傘に限り通年の常設展示が行われるようになっている。なお柿き山笠と小山笠には当し番号が付けられており、1番から7番は柿き山笠を持つ流に割り当てられ、飾り山笠を設置する流には小山笠にも同じ番号が割り当てられる。8番は上川端2、9番以降は小山笠のみの設置場所に割り当てられ、 串田神社の大山笠は番外とされる。八番の上川端通と番外の串田神社を除き、割り当てられる番号は毎年臨番となっている。ふとじは山笠機関外にも展示される飾り山笠。テレビ放送は基本的に TVQ 九州放送を除く在福テレビ各局が行っている。各局とも男性アナウンサーや出演タレントが各流に食い込んで、 実際に山を描いたり、そこに至るまでの舞台裏を取材、報告したりしている。また、各局の上山中継では、毎回中央の有名タレントをゲストに迎えて、中継している。全国ネットでは、NHKBS プレミアム、NHK 福岡放送局制作と、BS 朝日、九州朝日放送制作と BS、BSTBS、RKB 毎日放送制作が生中継している。 2019年、令和元年現在、各社が行っている中継は次の通り、1950年、昭和25年により、当人町に飾り山笠を建て、さらに、子供山笠4本を、各町内会にて運営した歴史がある。ことぶき通の子供山笠は子供たちに、地域の伝統を理解させるために開始された。ことぶき通、子供山笠は、 現在の博多小学校子供山笠となっている。走る飾り山笠で有名な上川端2、子供山笠を運営したことがある。現在、子供用の柿山は3台あり、大人の柿山を2、3に縮小した形で、同地区の飾り山ともども、アニメや子供番組のキャラを題材にする場合が多い。いずれも7月1から8日の間の金曜日から日曜日にかけて、 主に流れ書きを行う。少女は小学校低学年まで参加できる。台上がりは8から10名でできるだけ多くの参加者が、台上がりできるように停止中に、台上がりが交代する場合が多い。千代賞、博多賞、RKB 子供山笠教室や中央区展示の新店長で行われる子供山笠は、少女も参加できる。これらに参加する少年少女は、 大人と同様、水ハッピーを羽織った締め込み姿になる。締め込みは、大人用とは違い幅18センチ長さ3.5メートルの柔らかい白い布を締め込む場合が多い。幼児は取り回し、力士の回しにつける下がりに似たものや、立て下がりをつける場合がある。子供山笠の様子は、新聞やテレビなどで紹介されている。戦前にも子供山笠があったが中絶し、 上記の趣旨から1970年、昭和45年に、当時の奈良屋小学校で開始された。学校の統廃合に伴い、博多小学校の行事となった。博多流と称する、学区の大部分がいずれかの流に属することから、参加者の大部分は各自で用意した属する流、または、町内の水発を着用、締め込みも各自で用意する場合が多く白のほか、黒や赤もある。 学区の一部に山笠に不参加の竜や竜に属さない地区があることから、そこからの参加者は、学校が用意した、博多賞、または、山笠子のロゴが入った水発ピと白の締め込みを着する。この水発ピは、世話役、教職員も着用する。柿山は、RKB 子供山笠教室と共用する。1981年、昭和56年からは、 RKB 子供山笠教室が開始された。小学生の男子児童の参加者300名を放送エリアから幅広く一般募集する。参加者は当日、串田神社に集合、主催者が用意した背に、山かき子襟に、博多子ども山、または、博多子ども山笠、袖に、RKB のロゴが入った水発ッと白の締め込みを着用する。ただし締め身は各自で用意したものでも良い。 世話役は、スポンサーのハウス食品が用意した、うまかっちゃんの赤いロゴが入った水ハッピーを着用。博多賞の参加者が書いてきた柿山が、神社境内に着いたところで、その山を交代で書く。この様子は後日放送される。1987年、昭和62年千代小学校の創立100年を、記念し、上記と同様の趣旨で開始された。学区のほぼてが、 地代流と一致することから参加者は、地代のロゴが入った水発表と白の締め込みを着用、主に学区内で流れ書きを行う。2012年、平成24年からは、串代理も行っている。福岡部で大人子供を通して、唯一の書き山。もともと、博多部と関係が深いことや転勤で、 福岡部の人口が増えたことから上記と同様の趣旨で1980年、昭和55年に発案、1988年、昭和63年にことぶき通り、大黒流の協力で開始された。1991年、平成3年から自前の柿山を導入した。参加者は、新店長のロゴが入った水発費と白の締め込みを着用する。世話役は、 新店長のロゴが入った超発表着用。博多部からも世話役の応援を受ける。新店長エリア内の流れ書きとなり、博多部には入らない。いかに公式日程を記すが、これ以前にもそれぞれの流では6月頃から様々な活動を行う。一般によく知られているのは7月15日の追山であるが7月に入ると山笠に関する様々な行事が起こわれ。 福岡市内各地で山笠の姿が見られる。太字になっている行事は、柿山を動かす行事。生から道へと移っていく。なお十一日、十四日の龍柿においては、追善山と呼ばれる行事が行われることがある。これは一年の間に亡くなった各流の山笠功労者遺族の家の前まで柿山を描いて、祝いめでたと博多種一本を捧げ個人の冥福を。 祈るというもの神事であるため、遺族はその年の山笠行事に関わることができない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。